またか。ああもうなんで毎回毎回。ありえない。どうしてこんなことするんだ。非常識すぎますよ。え、どうして俺が大輔さんのお尻を霧吹きで少しずつ濡らしてたのを分かったんですか。まるでトサカに目があるみたいだね。ああ、びしょびしょ。何してるんですかシエさん。それにレオンさん、トサカじゃなくて背中です。僕のどこにトサカがあるんですか。顔に。顔、これはメガネですよ。僕のメガネをずっとトサカだと認識してたんですか。そっか、これメガネだったんですね。メガネって意外とプニプニしてるんだな。こっち、僕はこっちですから。ああ、ボケが渋滞しててツッコミが追いつかない。知恵熱が出そうだ。それより大輔さん、お尻のことじゃなかったら何に怒ってたんですか。それはこの車のことですよ。車。はい、ここはうぐもりグループが買い取った土地なんですけど、毎日毎日大量の車に無断駐車されてるんです。困ったものですね。そうなんですよ。ああ、小見太郎漏らしてる。トイレにはちゃんと行かないと。シュッシュ。うわあ、前はダメでしょ。前は。でも小見太郎にも無断駐車する人にも困ったもんだね。僕じゃなくてシュウさんと無断駐車する人に困ってください。そもそもシュウさんなんでここにいるんですか。レオンさんの高校の後輩だってことは知ってますけど、マモルが海外出張に行ってるでしょ。その間代わりに副社長をやってもらうことにしたんだ。立候補しました。明らかに人選ミス。外部からこんな人呼んでこなくてもいくらでもいたでしょ。もっとまともな人。泣いてる。ごめんなさい、さすがに言い過ぎました。いや、霧吹きです。あなたね、本当にどうしてこんな人を副社長にしたんですか。だって小見太郎が守いないと寂しいかなって思って。でもよかった、小見太郎が元気になって。確かに寂しいし、僕のためを考えて採用してくれたのは嬉しいですけど、元気にはなってません。反射的にツッコミしちゃってるだけです。それよりレオンさん、この土地をどうにかしないとまずいですよ。まあね、このままじゃビル建てられないもんね。どうしよっか、どかしてって頼んでみよう。そんなんでどかしてくれますかね。それにこれだけの台数分の持ち主に声をかけるのは。じゃあ看板を立てるのはどうですか。珍しくまともな意見。じゃあやってみましょうか。僕は三越場大輔、うぐもりグループという会社の一社員だ。うぐもりグループはただでさえメンツが濃いのに、臨時副社長にシュウさんが来るなんて。何か大変なことをしでかさないといいんだけど。あて、そんなことより早速看板を立てないと。そして僕たちは看板を立て一日様子を見ることに。そして翌日。うわあ、ひどい。看板が倒されてる。よいしょ、よいしょ。ああ、ダメだ。レオンさん、下手くそですね。何やってるんですか？トランプタワー作ってるのは。そうそう、アメリカ元大統領の作ったトランプタワーを作ってるんです。作れるわけないでしょ、トランプで。というかそんなことしてる場合ですか。看板が倒されちゃったんですよ。わざとじゃないんじゃない。きっと棒倒しやったんだよ。懐かしいですね。レオンさん、やりましょう。めんどくせえ。やろっか。ストップ。遊んでる場合じゃないですから。そもそも棒倒しで倒したわけないでしょ。明らかに声に踏みつけられた跡があるし。でも二人でやるのはちょっと。話聞いてます。ねえねえ、君棒倒しやらない。ああ、俺はレオン。俺はシュです。君の名は。無断忠之助だ。なんか思いっきり無断駐車してるような名前の人来た。
ちょっと失礼だよ、無断くんに。人を名前で判断しないでください。今のは僕が悪かったです、すみません。よいしょっと。ああ、やっぱりあなた無断駐車してる人ですね。ああ、ちょっと失礼だよ。人を行動で判断しないでください。するでしょ、するしかないでしょ。ここに勝手に止めてある車に乗ろうとしてるんだから。止めちゃダメって知らなかっただけかもしれないじゃん。ねえ無断くん。知ってるっつの。でもそんなことクソくらいだ。俺様がルールだからな。それに俺が仲間にタダで止められる場所があるってここを紹介したんだ。ああ、思いっきり知ってるじゃないですか。むしろ主犯です、無断くんが悪の親玉ですから。人を言動で判断します、ここはするべきでしょ。無断くん困ります。ここはうぐもりグループの土地なんです。お仲間に声をかけてすぐに車をどかしてください。やなこった。はい。別にいいだろ、うぐもりグループの土地を俺たちが一つ占領するくらい。うぐもりグループっつったらいくつも土地を持ってるんだからよ。そういう問題じゃないんですよ。ほら、社長と副社長の二人も何か言ってください。今度からしないでね。弱、何ですかその弱い注意。優しいお母さんの注意じゃないですか。とにかく止めないでください。指切り減慢できますか。そう、指切りって、だからお母さん。ははそこはヤクザでしょ。そういう指切りじゃないですから。無断駐車したからって指詰めさせようとしませんから。うて、ああ二人がくだらないこと言ってるからいつの間にかいない。おりょうりょう。ああもう、せっかく無断駐車してる人に会えたのに。というかそもそもどうして無断駐車されたくないんですか。昨日も言ったじゃないですか、ここにビルを建てなきゃいけないんです。だからどかしてもらわないと困るんです。なるほど、じゃあ自分たちからどかしたくなるように仕向ければいいってことですね。簡単に言うけどそんなことできない。できますよ。え？を作るんです。は、はい？そんなの無理に決まってるじゃないですか。あ、できるよ、あれ使えばできそう。友達がたくさん持ってるから借りられるか電話し終わった。もしもし。あ、ちょっと待ってください、レオンさん。ありがとう、よろしくね。すぐに持ってきてくれるって。うわぁ、めちゃくちゃな発想とそれを実現できちゃうめちゃくちゃな人脈。これ絶対に混ぜたら危険なやつだった。楽しみですね、レオンさん。今度は上手にやるね、シューマッハ。本当にやるんですか。その翌日。いやー、無断くんにあんないい場所紹介してもらえて本当にラッキーです。だろう。でも大丈夫ですか。この土地の持ち主に昨日文句言われたんですよね。大丈夫だ、このまま止めておけばいい。1台ならまだしも何十台も置いてあるんだ。向こうも何もできないだろう。確かにそうですよね。赤信号みんなで渡れば怖くないってやつですよね。まあそんなところだ。そうだ、実は俺車を買い替えたんですよね。無断くんに見せたかったんですよ。あの駐車場近くですし見てってくれませんか。お、いいぞ。ん、あれどうかしたか。俺たちの駐車場の方に何か立ってません。何か立ってる。本当だ、あんな建物あったか。で、あれ車だ。車がトランプタワーみたいに積み上げられてる。どうなってるんでしょう。とりあえず行ってみるぞ。はあ、なんだこれ。うわ、駐車場の近くというかもろに俺たちの駐車場でしたね。うぐもりグループが廃棄する車をここに置いたんでしょうか。
きっとそんなところだろ。こんなもの起きやがって、崩れて俺たちの車の上に落ちてきたらどうしてくれるんだ。その時はうぐもりグループに新しい車買ってもらいましょうよ。ってあれ、俺の車に似てる車がある。うん、俺の車に似てる車もあるぞ。まだ新品なのに廃棄なんてもったいないっすね。うぐもりグループは何を考えてるんですかね。でもあんなに新しい車を本当に廃棄にするか。うん、というか俺たちの車はどこにある。俺たちの車、そういえば見当たらない。おい、もしかしてあれって俺たちの車じゃないか。まさかそんなことあるわけないじゃないですか。試しにキーをあの車に向けて鍵を開けてみろ。まあいいですけど。よいしょっと。開いた。嘘だろ、あれ俺の車。あいつら俺たちの車をこんな風にしやがって。おい、すぐに仲間を集めてうぐもりグループ本社に行くぞ。はい。おい、開けろ開けろって。俺たちの車を元に戻せ。あ、無断くん。なんだ。張り紙が貼ってあります。ん、社員全員で海外旅行に行ってます。あの時何があったかというと。おい、こっちこっち。届けてくれてありがとうね、ダイバーシティ。俺はダイバだ、何度言ったらわかるんだ。うわ、本当にクレーン車が届いちゃった。でも一体何をするつもりだ。車でトランプタワーを作るんです。は？だから車でトランプタワーを作るんですよ。さ、乗りましょう、レオンさん。めんどくせえ。乗ろっか。おい、こいつら正気か。みたいです。もう僕は止める気力がありません。うわあ、危ない、落としそうだった。レオンさん、しっかりしてください。失敗は許されませんよ。1時間後。やった、完成。ふう、疲れた。うわあ、高い、よく作れましたね。というかかなり不安定。これ危なくないですか。崩れたら怪我人が。大丈夫です、立ち入り禁止の看板立ててますから。それでも入ってくるなら自己責任です。まあ入ってくるとしたらあの人たちしかいないでしょう。まあ確かに。でもこの車の持ち主たちはきっと怒ってうぐもりグループに押しかけてきますよね。そしたら仕事にならなくなっちゃうかも。そっか、仕事にならなくなっちゃうのか。そうですよ、その人たちへの対応に追われると思います。じゃあ仕事するのやめよっか。え、そんなことできるわけ。どうせ仕事できないんだから、うぐもりグループのみんなで海外旅行に行こうよ。守るに会いたいし。正気ですか。将棋、俺はオセロの方が好きだな。正気って言ったんですよ。レオンさん、俺はレオンさんの案に賛成です。早速うぐもりグループ全員分の航空券のチケット取りました。はいや、早すぎますって。なんでそういう時だけ仕事が早いんですか。さあ早速海外旅行の準備をしましょう。ほら小見太郎、急いで急いで。ということがあり、今僕らは雲の上にいる。今頃あの人たち怒ってるだろうな。まだ帰ってこないみたいですよ。あいつら、その間車に乗れないなんて。仕事もあるのに。こうなったら俺たちでこのタワーを崩すぞ。俺たちでですか。そんなことできます。できるかじゃなくてやるんだよ。積み上げられたんだから元にも戻せるはずだろ。そうですよね。このまま何もしないでじっと待つより行動した方がいいですよね。よし、じゃあどこから降ろすか。やっぱりてっぺんですかね。
そこは意外と真ん中の方がいいと思います。ジェンガだってそうじゃないですか。確かにそうだな。ジェンガと一緒なんですかね。あれ、なんか違うような。はい、クレーン車の鍵そこにあるのを使っていいよ。ああ、よし、抜くぞ。ああ、ダメだ。ムダン君ダメです。よくよく考えたらジェンガは上から取っちゃいけないってルールがあるだけです。そのルールさえなければ普通に上から取った方が安全ですから。なあ、うわ、俺たちの車が。嘘だろ、お前らが適当なことを教えるからだぞ。って、 お前らはうぐもりグループの。今気づいたんですか。はめたな、俺たちをはめやがったな。はめるも何も、冷静に考えたらジェンガみたいに取った方がいいわけないじゃないですか。弁償しろ。そうだ、弁償しろ。自分たちで崩したのに、なんで俺たちが弁償しなきゃいけないの。そうです、ジェンガを崩した時に責任があるのは誰ですか。積んだ人じゃなくて崩した人でしょ。確かに。それで納得しちゃうんだ。ムダン君、また騙されそうになってます。今ジェンガは関係ないですから。そうだった。お前らどこまで人をおちょくれば気が済むんだ。とにかく弁償しろ。サモナイト。サモナイトは、サモナイトって言ったんですよ。どんな聞き間違いですか。この状況でアンモナイトなんて言う人がいるわけないでしょ。で、弁償しなかったら何をするんですか。修理に出した車をまた無断駐車してやる。するならすればいいじゃん。俺たちは本気だぞ。1ヶ月後アホな奴らだ。あんなことまでしたのに、こうしてまた無断駐車をされるんだからな。俺たちがあいつらごときに負けるわけないですよね。そういうこった。これからも俺たちでここは使わせてもらおうぜ。はい。翌日、うわあ、また車が積み上げられてる。いやいや、そうなるって想像はつくでしょう。早く降ろさないと。でもどうやって。はい、クレーン車の鍵。よし。ムダン君、慎重にですよ。真ん中ら辺がいいかと思います。コンコンってノックする感じで抜いてみてください。わかった、ジェンガもそうだもんな。よし、抜けた。おお、崩れなかったぞ。あー、俺の車。ジェンガじゃないんだから落としちゃダメでしょ。また騙された。あれ、やめろ、崩れるな、やめろ。嘘だろ、せっかく修理したのに。どんだけ学習能力ないんだ。無断君たちはそれからも修理しては無断駐車を繰り返し、その度にレオンさんとシュウさんに車を積み上げられていた。そして最終的に、あれ、無断駐車されてませんね。トランプタワー作るの楽しみだったのに。無断君に電話しようかな。早く無断駐車してって。もう二人ともトランプタワー作ることが目的になって、無断駐車をやめさせるって本来の目的忘れてるじゃないですか。でも一体どうしたんですかね。あれは無断君たち。待ちなさい。待て。よっしゃ、捕まえた。くそ。どうしたんですか。この人たち無銭飲食したんですよ。しょうがないんだ、こいつらのせいで車の修理代がかさんで金がなかったんだよ。毎回修理しててよくお金が持つなって思ってたけど、そんなカツカツな状態になってたんですね。お腹空いてるならパピコ半分あげる。もう悪いことしちゃダメだからね。
俺も半分あげます。そうかと思ったけど、やっぱりパピコの先の部分しかあげないんですね。それって半分じゃないですから。あんなことした俺たちにこんな優しくしてくれるなんて。ムダンさん、俺たちが間違ってましたね。そんなに喜ぶ？パピコの先っぽもらって。もうなんかこの人たち悪い人っていうか、ただアホなだけなんじゃ。別に僕も欲しいとか思ってないんだからね。アホの子がここにも一人。その後ムダン君たちは警察に逮捕されることに。ただ反省の様子が見られることから執行猶予がつくことになった。ちゃんと無銭飲食したお店にも謝りに行ってお金を返したそうだ。そして今ムダン君たちはというと。わあ、今日もピッカピカだね。本当にありがたいですね。ムダン君たちがまたやってくれたんだ。ムダン君たち恩返しのつもりか。うぐもりグループのビルの前をいつもピカピカに掃除してくれるんだ。無断駐車から無断掃除をする集団に変わったみたい。レオンさんは新しく清掃会社を立ち上げようとしていて、そこにムダン君たちを入れようとしてるとか。無事あの場所にビルも建てられて一件落着なんだけど、なんだかな。あー、いたいた。ちょっと協力してください、オースケさん。え、ムダン君？いいから来てください。あ、どこに行くのさ。来ればわかりますから、オースケさんの力が必要なんです。はあ。え、ああ、なにこれ。助けて、コミ太郎。人のトランプタワーに挑戦したら降りれなくなっちゃった。トランプタワーというよりピラミッドじゃないですか。というかこんな大人数でやるもんじゃないですから、そりゃ降りられなくなりますよ。やっぱり中から抜くべきですかね。そんなわけないでしょ。上から降りてください。怖くて降りられないよ。もう知りません。じゃあ下の俺から。